で早速何からですか。スケジュールから。スケジュールから。じゃこれはある日の休日だね。はい。じゃオフの一日。いきます。じゃん。おお。これ寝てるんですね。寝てますね。うん、で起きたら大体9時くらいかなって思うんですけど、掃除、洗濯、料理します。家庭的。これ一遍です。一遍にします。分けないで。進行です。でもそんなことしてたらこんなに時間が経ってます。いつの間にか15時です。ぼーっとします。あ、結構ぼーっとしてる時間も。かなり空白の時間。結構ぼーっとしてますね。この間私自身何してるかよくわかんない。ぼーっとします。そして夕ご飯かな。はい。料理、掃除します。おお。後片付けとかね。すごく掃除してるんですね。すごく掃除しますね。ご飯食べる前も、はい、なんかちゃんと、うん、しないと片付さないと。はい。でお料理したら大体なんていうの、料理グッズっていうか、あ、そうです、食器バラってなっちゃうので、ゴミをこう片付けて、食器洗って、食べて、また食器洗って、おお、キッチンをこう拭いて、ふーってしてからのお風呂。お風呂長いですか？お風呂いいですね。お風呂20時ぐらいから始まってませんか？お風呂もね、気がついたらね、こんな時間経ってるの。本当にでも伸ばせちゃわないんですか？だから多分ね、途中で上がってるんだよね。おー、上がって一回上がって、はい、多分飲み物を調達しに出るんですよ。はい。で、また入って、また何してんだろう。なんかハンサーみたいですね。でもそんな感じ。へぇ、何してんのかな。そのグラフだと3時間、4時間は入ってますよ。入ってますよね。入っちゃうかも。本当にね、覚えてないの。何してるんだろう。本持ってったりとか。本もたまに持ってくし、携帯も持ってくの。でも濡れたりしちゃいません？防水だから。最近はハイテクなものがあるんですよ。一回ね、それでね、ぶっ壊したので。なるほど。そう、もう壊れちゃったなと思って、次は防水にしようと思って。経験を生かして。そう、だから携帯いじったり、なんか読みたいなと思ってた雑誌とか小説とか持って入ってたら、あとなんか髪洗ったりとか、自分の中で順序があって、はい、それをきっちり守ってたら、なんかこんな時間になって。本当にそうなの。で上がって、あ、っていうかお風呂の中でマッサージとか始めちゃうから。あ、なるほど。リンパ的なね。へえ。あいつを足首からやっていくわけですよ。おー、うん、血流を良くして、流れろと。じゃあすごい代謝良くなりそうですね。あ、でもそうかも。うん、そういうことをやっちゃうので、本当にお風呂は長い。長いですね。手上がって髪とかいろいろ乾かして、なんかお化粧水とかなんやかんやした後からの掃除。やっぱり掃除が入るんですね。寝る前もなんかちゃんと片さないと嫌なの。おお。綺麗な空間じゃないと嫌なの。あ、なんか部屋綺麗そう。朝起きた時汚かったら嫌じゃない？あ、でも確かにそうですね。なんか台本がばらけてるとか。そうですね。なんかでも台本を入れるボックスがあって、私の部屋には、うん、そのまだ使ってないボックスと、うん、もう使い終わったボックスがあるんですよ、うん、なんかそういうので分けて片付けてはいるんですけど。すごい頭いい。それすごいよ。なんか1話の台本と2話の台本がごっちゃになっちゃったりすると困っちゃうので、あったらこっちとか、なんとなくこの辺とかじゃないですか。すごい謎な空間だったけど、これが違いですね。見習った方がいい。私も1日3回掃除します。すごい。でもそんなちょっと片して、うん、気になったら床拭きをし始めちゃうくらい。この辺はどうですか？聞く？聞かない方が良かったかもしれないです、ね、まず床掃除したいね。なるほど。確かに。ていうか洗濯したい。あ、全部クッションとかも全部だよ。ダメ出し入りました、うん、とか、なんかあとお花とか大好きだから、こういっぱい飾っちゃったりとか。違うよ。ちゃんと生きてるお花だよ。
タイミング崩れて生きてる植物たちだよ。あの子生きてる？生きてますね。ますかね。はい。頑張るんだよ。強くなるね。激励のお言葉が。強く生きるんだよ。こんなところだけど。でも今日なんかいるなと思って、緑がいるわと思って、今日はちょこっと、あれだけは嬉しかった。あれだけね。はい、こんな感じですよ。はーい。はい。じゃあ。恥ずかしいな、なんか。家庭的。なんか、本当に女の人の服っていう生活って感じしますね。そうかな。私は寝てたりとか。寝てたりとか。もう何もしてなかった。あ、でも、この棒の時間にいろんなことしてるから。その棒にいろいろギュッと。そう。内緒だけどね。プライベートな空間。逆にそこがプライベート。内緒だよ。